義手行動を取る米付虫米付虫は、昆虫甲甲虫目に属する米付虫科に属する昆虫の総称である。和名を米付虫とする種はない。仰向けにすると自ら跳ねて元に戻る能力がある小型カブトムシ。米をつく動作に似ていることからこの名前がある。比較的硬い体のカブトムシ。外見的にはタマムシ類にも似ている。体系としては、 幅が狭く、縦長で、副背にやや扁平小さい方は1ミリメートルほどのものから8センチメートルに達するものまであり、日本では、うばたま米付きや、ひげ米付きなどが3センチメートル程度になるのが、大きい方である。頭部はまっすぐ前を向き、後期は、小さいがしっかりした噛む口となっている。触角は、先細りの単純な形のものが多い。 中には節ごとに突き出して、虚子状やう状になった例もあり、日本では髭米付きが立派な触覚を持つことで有名。胸部と腹部は幅広くつながる。前肢は後方に狭まる。体色は全体に単純で地味なものが多く、黒から褐色のものが多い。しかし熱帯では金属光沢を持っているものもあり、日本では八重山諸島に産する四つ門大青う米付きなどは、 その例である。また多様な色や反問を持つものもある。日本では、ベニコメツキが真っ赤な前肢を持つのでよく目立つ。コメツキ虫には普段は草や、低木の上などに住む種が多い。石の下に住む者も,もいる。天敵に見つかると足をすくめて、偽子行動をとる。その状態で、平らな場所で仰向けにしておくと飛び跳ね、腹を下にした姿勢に戻ることができる。 この時はっきりとパチンという音を立てる。英語名のクリックビートルはクリック音を出すカブトムシを意味する。天敵などの攻撃を受けてすぐに飛び跳ねる場合もある。これは音と飛び跳ねることによって威嚇していると考えられている。この行動を取らない米付き虫科の種も存在する。幼虫の多くは土壌製で細長い円筒型で硬く。 光沢のある茶色をしているものが多い。腐食質を食べるものや、他の虫を食べるものがいる。栽培植物の根や、地下茎などを食害する種もおり、農業や園芸関係では一般に、針金虫と呼んで防除の対象にしている。大根やジャガイモなどの害虫として知られる、丸首串米月、黒串米月、串米月、飛び色胸細米月、黄金ツキ等の幼虫がこれにあたる。 標準和名でハリガネムシと呼ばれているのは類線形動物門に属し米付きム虫と全く異なる生物である。中南米には胸部と腹部が発光する光米キが生息している。日本で約600種、世界で1万種が知られる。一部を記した。なお、種名など海化の分類群名は米付きム虫の前に様々な就職がつくが米付きム虫の 虫は省略して、気するのが普通。ありがとうございます。